テラーミーネ43対戦車地雷テラーミーネ43とは、ナチスドイツが第二次世界大戦中に投入した対戦車地雷である。円形で後半制のこの地雷は、テラーミーネ42を簡易化したバージョンであり、より単純な量産技術を用いることができた。1943年3月から第二次世界大戦の終結まで、 ドイツでは360万個以上のテラーミーネ43が量産された。また、デンマークの M47、フランスのモデル1948、ユーゴスラビアの TMM-1 など、数カ国でこの地雷の複製品が生産された。テラーミーネの玉体は円形で盛り上がった中央部に大型の感圧板がついている。地雷の側面には長方形の金属製。 蛍光ハンドルが付属している。感圧板は、新肝甲の上に位置する。新肝甲は、T-Me Z42 新肝、または T-Me Z43 新肝のどちらでも固定できる。この地雷は、感圧板を取り外し、新肝甲に新肝をねじ込み、再び感圧板をねじ込むことで、作動可能状態となる。新肝甲の底部は、ペトン電爆薬になっており、 ドーナッツ形状をした TNT の主作薬によって周りを囲まれている。地雷の側面と底面には必要に応じて処理防止装置を取り付けられる第二の新艦庫がある。また TMI Z43 新艦は一体型となった処理防止装置が標準装備されている。新艦が挿入され、所定の場所に感圧板がねじ込まれたとき、 脆弱な作動ピンが聞き取れる音を立ててパキッと断ち切られる。この動作で処理防止装置が準備される。その後、この地雷をどう解除しようとも、新捗解除のために、間圧板を取り外そうとすれば、自動的にトリガーが起爆する。どの形式の新捗が取り付けられているのか、判別不能であるため、テラーミーネから間圧板を取り外すべきではなかった。 テラーミーネ43には追加のティルトロッド新艦も取り付けることができ、これは側面の新艦口にねじ込まれた。このタイプの新艦を取り付けた対戦車時代は走行車両に多大な損害を与えることができた。それはノルマンディ上陸作戦では実際に幾度も生じた。百四十四年六月八日、m 四中戦車が第一レンジャー大隊に同行して、 グランカン・メジーにある、メジー陣地を攻撃した際、テラーミーネを踏んだ戦車は即座に破壊され、乗員全員が戦死した。ジョン・ロバート・スローター軍曹はその場面を記述している。隠されたテラーミーネからの爆発のエネルギーで、戦車は吹き飛ばされ、側にあった溝の中に格差した。D ででは、このような血生な臭く、グロデスクな殺戮の場面があちこちで繰り返された。 その時まで彼らは健全な若い男たちだったが、次の瞬間に彼らは血まみれのトルソに血まみれの手足を巻きつかせていた。我々は戦車から25フィート離れた場所に胴体とまだ靴がついたままの足を見つけた。ありがとうございます。